こんばんは、パーソンズレディーよ。毎日23時開店のスナックパーソンズへようこそ。お酒の準備はできたかしら。それじゃ、乾杯。やっぱり激減したんですね。激減だ。残り少ない。少ない。サトルさんのエピソードも残すところあと2回。今回は開業を迎えるまでの苦悩や今後の夢、カレーへのこだわりについてのお話。サトルさんのカレー愛がひしひしと伝わってくるわよ。それじゃ、今晩もゆっくり楽しんでいってね。まあ、もともとね、去年の10月にオープンする予定の店舗っていうのが決まってたんですね。で、まあ、8月末で会社退職しまして、でもあともう 1ヶ月ぐらい準備期間を置いて10月頭オープンっていう、そこまでもうレールが引かれてたんですけども、なんと9月に入ってからですね、もうすでにもうそこの店舗のオーナーとは契約は交わしてたんですけども、そこのビルの管理組合の総会かなんかで、ここのビルの飲食街で、カレー屋の出店は NG になりましたというようなお達しがあったようで、私が借りようとしてた店舗のオーナーは知らなかったみたいなね、そういうそのことがあったっていうのはね。それでオープン前になって、それ多分その管理組合から指摘を受けたんですよね。もうサイさん、ごめんなさい、申し訳ないんやけど、まあこれこれこういう事情でちょっとカレー屋が NG っていうことなんで、カレー屋以外では出店できないですよねみたいな、いやもうそれはもうそれ以外では考えてませんからということで、まあもうそこはちょっとおっしゃりまして、もちろんこっちに日が全くないので、ここまでお金かけたいろんなその経費なんかはね、まあ、お返しはしていただいたんですけども、またその、店舗を探すことを一からスタートって再スタート、そっからなかなかね気に入った店舗が見つからなくて半年ぐらいかかりましたね、それでやっと見つけたのが今のこの店舗っていうことです。お金はね、そんなにね金持ちになりたいっていう欲はないんですよ、実は。お金あったらこれできるのにな、あれできるのに、こんな欲しいのになみたいなのはね、多少ぼやっと思ってもね、もう強くその欲求っていうんですか、ないですね。まああって困ることもないし、あったらあったでありがたいんで、まあそこそこあったらええわぐらいの感じですかね、そうやね、価値観変わった。やっぱでもこの店始めてからですかね、やっぱりそれまでずっと30、40年弱ね会社勤めしてた中で、お金がもう毎月振り込まれて当たり前の生活をやってたわけで、そこからこのゼロから稼ぎ出す今のその生活っていうのはやっぱり180度変わりましたよね、価値観は、去年の春からコロナあって、まあ、流行りだして、まあ、4月とか5月って緊急事態宣言とか出て、当然その会社での仕事っていうのもテレワークになって、自宅でその仕事するみたいな、まあ、そういう生活が何ヶ月も続いたんですけども、まあまあ家によってメールしたりとか、あともお客さんとその電話でやり取りとか、一日中それするわけないです。まあ、当然時間も持て余すし、外にも出れないしっていう時に、もうカレーばっかり作ってましたね。カレー作るかギター練習するしかないので、まあ去年そのコロナのおかげで、まあギターとカレーのスキルはめちゃくちゃ上がりましたね。コロナ禍で気づいたこと、今までその当たり前やと思ってたことって、ちょっとしたきっかけでもう、まあ何でも覆えるんだっていうような怖さ、っていうのはすごく感じました。カレー屋で成功して金持ちになりたいとか、そんなんじゃなくて、とにかくカレー食って喜んでる人の顔をいっぱい見たいなっていうのと、ちょっといろんな同業者も含めてね、なんかもうびっくりするようなカレーを作りたいなと思ってます。一番のこだわりっていうのは、とにかく自分の食べたいカレーを作る、自分の好みのカレーを作る。だからこれ作ったら喜ぶ人たくさんおるやろなとか、これはまあ、若い人向きやなとか、これ作ったらその若い女性が見受けるんちゃうかな、じゃなくて自分が食いたいカレーを作るっていう、そこの追求になりますね、
人生を楽しく幸せに送るんやったら釣りをしなさいって誰か言ってますよ。いや、その通りだと思いますけど、また逆にですね、悪魔の趣味だとも思います。とにかくお金がかかります。それじゃあまた明日、おやすみなさい。